湾のあの選手ですよね、言われたことあります。ザマッチの前は、はい、キューバがこう足田の代わりにスパーリングやってくれたの、うん、なんかちょっとあの日立選手が足田選手に似てますねっていう感じが出てるんですが、ちょっと似てますかね。なんかスタッフさんの間でも結構言われてました、足田選手に似てるっていうのが。回ってるんですか。はい、でもちょっと喋り方も若干似てるような気も。いや、声まで似てるって言われたことあります。やっぱりありますか。いや、なんか一回ラーメン屋、初めて行ったラーメン屋で、はい、K1 のあの選手ですね、言われたことあります。へー、それ言われることはどうなんですか。いや、正直そんなに嬉しくないです。そうなんですね。ちょっと話題になってました、スタッフさんの間では。そうです、ザマッチの前は、はい、ヒューマンが、同じチームなんですよ。はい、なんでこうヒューマンがこう足田の代わりにスパーリングやってくれたので、うん、あ、そうなんですね。試合中はもう、本当全くそのままだった。じゃあすごいいいイメージトレーニング、イメージトレーニングなった、見た目も顔も、まあ、ファイトスタイル、はい、あの全部イメージ通りでした。いや、そうなんですね、はい、ヒューマンのおかげで勝ったっていうことですか。確かに勝ったので良かったですね。勝てました。お二人の関係性っていうのはどんな感じなんですか。なんかあの大学からずっと一緒なんですよ。あ、やばいですね。大学のキックボクシング部があって、ええ、でそこでなんか一個後輩で、うん、まあ、ヒューマーはあの1年浪人、あ、浪人じゃない、留年してるんで、はい、あの2個したんですよ、社会人的には。あ、社会人、はい、まあ、ずっとこう大学から、はい、あのターゲット渋谷まで、うん、もうずっと一緒にやってきた仲間だったり、後輩であり仲間であるんですね。はい、そうですね。山選手から見て日立選手はどんな後輩ですか。どんな後輩、うん、むずいな。まあ、素直なバカって感じですよ。素直なバカ。はい、めちゃめちゃ素直で、はい、まあ、留年するぐらいバカ。そっちのバカの感じですか。はい、そっちの、あの真面目なバカです。真面目なバカ言われてますけど、日立選手。いや、勉強が苦手なのはちょっと間違いないですね。そうなんですね、はい、でも無事卒業はされたんですか。まあ、他の人より1年かかってるんです。1年かかって、いや、あの半年なんです。そこが大きい、そこ大きい。半年間でなんとか卒業しました。日立選手から見てヤーマー選手はどんな先輩ですか。いや、本当にでもまあ、こんな感じだと思うんですけど、もうめちゃめ、うん、誰よりも真面目で、闘技の好きで、うん、一番練習してるんじゃないかと思います。あ、そうなんですね。そこは尊敬できるのかなと思います。ちょっと後であの裏で1万円渡してみます。お金を渡すんですか。でも言われてますけど、山さん、そういったところは自分でも自負してますか。まあ、格闘技は好きですね。うん、なんか昔高校生まで野球やってたんですけど、はいはい、その時は練習が嫌だったんですけど、うん、今はなんかもう練習がしたくてしょうがないです。へえ。早く、やばい、もう明日になったら早く練習しないできないかなみたいな。うん、朝もやりたいし、夜もやりたいし、なんかずっと格闘技のことだけ考えてたいな。そうなん、何がきっかけでその気持ちが変わったんですかね。はい、やっぱ人殴るのが好きだからじゃないですか。ちょっと怖いですけど。そうなんですね、はい、そのきっかけで練習も好きになった。なんかすごい、そのきっかけってなんか言い方めっちゃ悪いですけど、人殴るのが好きで、好きで、まあ、それよりもなんか、うん、練習をしたら強くなってるのがやっぱ分かるんで、それが楽しいですよ、うん、なるほど、実感できるのかということですね、はい。